笠原は、新潟県の洋画家、監視人、郷土師や、豪和、と流産人、洋郷よいきこり、故郷、新潟八津川の風景が多く残した。1885年4月24日、新潟県管理渡辺漁村の次男として、新潟に生まれた。1887年母を失い、五歳期へと、おじい狩浦の未亡人菊に養育された。 当初白山浦に住み、学校長二番長に移り、白山浦に戻った。夏立氷子立表紙へ1898年、新潟高等小学校4年を卒業し、4月、新潟県立中学校に進学した。同期には、小柳徳次、佐藤翔一郎、高山九十一、鈴木田代、天郎、古川北か、諸橋博士山岸光二郎、三浦拓司。 ひがら昌平、村山正夫、一級下には、平田笛人等がいた。三年時に、父が中学校に赴任し、の、ザマとして、人様と呼ばれた。四年時に教師として赴任した、おふろ大白や、桜井天壇、会津八作郎、四木場朝浅尾、大挙当先輩の訓導を受け、ほととぎす派俳句に傾倒した。1902年5年時の夏季休暇で、 妙義山に遊ぶの木を表した際、創始、と竜の技にちなみ、と竜と合した。同年学生文集、夏子たちに寄せた、表紙絵が現存する最初の絵画作品である。1903年3月卒業し、夏、越軍渡し、沢村の画家田中元吉に指導を受けた。1904年1月から4月まで接待屋の小学校で代用教員を務めた。 1904年4月東京美術学校洋画家本家に進学した。同期には加藤誠二、金山平蔵、安藤藤一郎がいた。1906年春上京した後輩鈴木義春、富田尾日郎を下宿に住まわせた。1908年夏佐渡郡相川長寺を会員に滞在して卒業制作として自画像、老公婦を仕上げ。 1909年3月卒業した。1910年頃、東京帝国大学農学部に勤め、田中調査部郎の下で、柑橘類の標本を射精した。1915年10月23日小石科学の実業家笠原家に向入りした。1923年9月1日、関東大震災で、油彩画のほとんどを失い、洋家笠原家も没落した。 ボードレール等の悪魔主義思想に影響され、芸術と生活の両立について思い悩んだ。1924年白日会送率に参加したが、1933年大会した。1929年7月から10月まで中国を旅行し、蘇州、広州、北京で射精を行った。気境の土東蒲原軍の郷土研究会を開いて、一周回と称し、 1930年には、軍内で出土した、縄文土器や、上川村伝、持ち人を両を調査した。1935年1月、小林有が、高市寺を創刊し、盛んに寄港した。1938年8月、新潟新聞、函館新聞臨時特派員として、日中戦争に従軍し、北京、石火荘、宝天、王力港、安藤をめぐった。 1839年妻屋を失い、性格、画風が一変した。1947年創春借金のため、公園寺の自宅金華奏者を手放し、竹村哲之助の招きで、津川町腰岡の道家農園の、作業小屋城南山荘に、住み込み、腰王騒動と名付けた。1948年8月8日、小林ありに百0 0話堂、片桐富路を紹介され、 以来援助を受けた。1950年共通の病で生死をさまよった。1953年4月1日新潟大学、教授渡辺綱成校長小池技校の圧戦で、新潟県立津川高等学校美術講師となった。教え子に高橋正宗がいる。1954年11月沼水に移り、1955年7月滞在先の、 沼水公民館で倒れ、11月5日午前3時30分市内臨港病院で死去した。法名は、尺辞。26日市内根い清寺で、告別式が行われ、水原町山口善正寺に分骨が葬られた。1956年11月5日、西山日光寺にも分葬され、残りの分骨は、沼水法向院に葬られる予定が未舞いのままと、 なっていた。1977年11月5日、水原上久佐五湖半古川や支店前に死費が建てられた。渡辺漁村。ありがとうございます。